腹筋頑張ってるけどお腹がなかなかへこまない、そういった方におすすめな腹横筋を使ったプランクを紹介していきます。このプランクのいいところはお腹をしっかりへこませることができる、腹筋の深層部に効かすことができる、初級者から中級者の方でもしっかりお腹に効かすことができるメニューになってます。今回は初級中級上級と3種目紹介していきますので、一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、手で顔を持ったプランクを紹介します。これのいいところが、誰でも簡単にお腹に効かすことができます。たったの30秒を3種目紹介していきます。順番に行ってもいいですし、レベルに合ったものだけをやってもいいです。動画を見ながらやってみてください。それでは紹介します。まずお腹をへこませるプランクのポイントとしては、腹横筋を使わなければいけません。ここではなく、腹直筋を主に使ってしまっても、お腹はへこみません。そこで腹横筋を使う意識としては、座った状態でお腹をどんどんへこませながら息を吐きます。この時のポイントが、片手で腰、片手でお腹を持ってもらって、どんどん薄くする感じで息を吐き続けます。胸を張った状態で息を吸って、細く長くどんどんお腹を細くしていきます。30秒いきましょう。目安としては、7から10秒息を吐き続けます。いきます。スタート。どんどんなくなるまで吐いて、お腹をどんどん薄くしてください。なくなったら吸って、口膨らませて、腹圧をかけて薄くしてください。ラスト。どんどん薄くしていきます。お腹を薄くして。なくなるまで吐いて、よーし、OK。 今のお腹を薄くする感覚でプランクを行います。スマホは顔の前に置いてもらって、今回のポイントは手の位置にあります。足を閉じてつま先を立てる。手は楽にテレビを見るような感じで、こういう感じで顎を乗せてください。そうするとちょっと肘が自然と前に行くと思います。この状態から膝をついたまま体を持ち上げるだけです。もし首痛いって方は位置だけ合わせてもらって、顔から手は離してもいいです。こういう感じです。これでしっかり腰丸めてキープ。呼吸はさっきと一緒です。7から10秒吐く目安です。いきましょう。スタート。お腹を薄くする感じです。しっかりお尻を締めて、はい、吸って吐きます。ふー、しっかり吐いて、できるだけお腹を薄くして息長く吐いて、はい、吸って吐く。お尻をどんどん締めてください。フルフルしてれば OK。 よし、 OK。 どうですか。次は中級編です。膝をつけずにいきます。手はさっきと一緒、体を持ち上げます。頑張りましょう。いきます。スタート。これでキープ。顎は持っても持たなくてもいいです。あー、きつい。腰しっかり丸めて、息はさっきと一緒、長く吐いて、よーし、 OK。 うわー、すでにきつい。さあ、上級編です。寝たままで体を持ち上げます。頑張っていきましょう。いきます。スタート。こういう感じ、寝たままで体を持ち上げる。しっかりお尻を締めて、あー、きつい。いくー。あと少しです。じゃあ、うお。今の3つのプランクをやって、あまりお腹に効かなかったよって方は、骨盤を立てる力が弱いので、それを最後に行いましょう。スマホ持ったままでいいです。膝90度に曲げて、このまま足を胸につける感じで抱えていきます。これ最後いきましょう。スタート。
これ骨盤をね立てる、お腹の奥を使う感覚がね身につきます。腹筋やプランク、お腹をへこませる腹横筋は自分で意識しないと使えないんで、こういう練習がねすごい大切です。はい、 OK。 今の感覚が身についた状態で、今度は膝抱えてこのままこうやって動くだけです。いきましょう、スタート。さっきの骨盤を立てる感覚ができてればうまく転がることができます。もしうまく転がることができない場合はこの1個前の膝を抱えるやつを何回もやってください。このね転がることがねすごいね大切なんですね。はい、 OK。 お疲れ様でした。今回プランク、そしてシーソー、お腹をへこませるために大切なメニューです。動画を見ながら何度もやってください。頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。こういったメニュー作ってよとか、気になるここの部位のエクササイズ教えてよとか、そういったこともコメントもらってもいいですので、ぜひぜひねお気軽にコメント欄使ってください。各種 SNS もやってますんで説明欄から見てもらってリンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。